グルノーブルはフランスの南東部に位置する都市。イゼール県の県庁所在地であり、パリからの所要時間は直通の TGV で約3時間である。リヨンからは約 100km でフランス国鉄のテルにより結ばれている。グルノーブル市街地を流れるイゼール川、バスティーユ城塞とロープウェイアルプス山脈の麓、イゼール川沿いに位置し、周囲を大きな岩山で囲まれている。 岩山をくり抜いたバスティーユ城塞へは、イゼール川をまたぐロープウェイで行くこともできる。現在のグルノーブルは、3世紀に、ケルト系のアロブロゲース族が居住していた時には、クーラーという名前であった。380年に、グラテアヌスがこの地を訪れた後には、グラシャナパリスという名前で知られるようになる。ローマ帝国の崩壊後、この都市は、ブルグン島王国の支配下に入り、その後、 フランク王国のクロタール一世によって征服された。なお、小惑星番号7462のグルノーブルはこの年にちなんで命名された。高等教育機関や研究機関が多い。2016年よりグルノーブル第一大学、グルノーブル第二大学、グルノーブル第三大学は統合され、現在はグルノーブルアルプス大学となった。ありがとうございます。